SBS マイホームセンター、すっとん静岡昔話。この番組は SBS マイホームセンターの提供でお送りします。できてからうちにはとってもお客さんが増えた。金曜日にはパパの会社の人たちが来て、土曜日にはママのお稽古ごとのお友達が来た。今夜はお兄さんの仲間が集まって焼肉パーティーだって。次は私のお誕生会かな。あら、またお客様だ。それぞれの家にそれぞれの物語。 SBS マイホームセンターです。すっとん静岡昔話の時間がやってまいりました。案内役の八木陽子です。さて、今日は三島市に伝わります箱根山の大蛇というお話です。それではどうぞ。三島宿の東外れ、台場川の橋を渡った川原ヶ谷町に一人の老婆がおりました。名をお徳と言います。お徳は幼くして目が見えなくなり、お灸と針、つまり鍼灸という人々の体の痛みや病を治す仕事について暮らしてきました。金さん、肝の臓が弱っているよ。お酒を控えないと命を短くするよ。お花ちゃんが嫁に行くまでは死ねないと言ってたじゃない。これじゃお花ちゃんの花嫁姿を拝めるかどうかね。お徳さん、そんなに悪いかい。うん、よくないね。そうか。ここへ打っておくかね。ズキンときた。肝の臓にいいんだよ、このツボは。金さんと呼ばれた男は金吉というのが本名で、箱根山を行き来する馬方です。お徳に三里の灸を据えてもらいに10日に一度やってくるのでしたが、何しろ酒が好きで大酒を飲むので困りものでした。金さん、箱根山を越えて相模の小田原へ行くことはないかね。小田原か、しばらくないな。なんだい、小田原に。うん、小田原にいい薬屋があるんだけどね、そこにお酒がやめられる効能があるという薬があるんだよ。なんだ、俺に酒をやめさせたいからかよ。そうだよ。ないかね、小田原に行く仕事は。そうか。じゃあ明日何とかして小田原へ行く仕事をもらうよう頼んでみるか。で、なんていう薬屋だね、その小田原の。徳丸という薬種屋なんだけどね、お城の南の東海道筋にあるんだけどね。わかった。ところでお徳さん、この頃小僧さんが通ってきてるようだが、あんな小僧さんでも新規をやるだな。あの小僧さんはね、ただ話を聞きに来るだけなのさ。話って何の話だね。蘇我物語。蘇我物語。若い頃三味線と歌で渡世していたことがあってね、その時蘇我物語を覚えて、語りもやったんだよ。それをどこで聞いてきたのかね、あの小僧さん。
この頃毎晩のように曽我物語を聞きにやってくるんだよ。へえ、お徳さん、そんな芸を持ってたのかい。俺も一度聞かせてもらいてえな。もうダメだよ、小僧さんならこんな年寄りのしわがれ声でもまあいいかと思ってやってるんだけどね。しわがれ声だなんて、まだまだ艶のあるいい声だよ、お徳さん。そうかい。二人の話に出てきた小僧さんというのは、年格好は実際ほどで、前掛けをしているところを見るとどこかのお店の丁稚と思われますが、お徳も別に素性を知ろうというでもなく、ただちょこんと座っている小僧さんに曽我物語を語るのでした。さあ、今夜は五郎と木宗がろくに研いでもない刀で切られる場面だよ。ああ、耳を塞いでいてもいいんだよ。じゃあ始めるよ。とお徳がいつものように一段語り終えると、小僧さんが、ありがとうございました。実は私は箱根山を七巻半巻いておる大蛇でございます。あなた様のことは箱根権現の別当様にお聞きしまして、どうしても曽我物語を聞きたく姿を変えて通っておりました。しかし箱根山を毎日行き来する旅人や馬に踏まれ苦しくてなりません。で、明日は大雨を降らせて箱根山とこの辺りを泥の海にしてから新たな山に移ろうと思っております。しかしお徳さん、あなた一人はお逃げください。ただこのことは誰にも言わないと約束してください。もし話せば命をもらいます。と言って小僧さんは出て行きました。泥の海にするって本当だろうか。母の小僧さん、自分は箱根山を七巻半巻大蛇って言ったけど本当かね。お徳はにわかには信じられませんでした。しかしそれが本当ならどうしようと、お徳は一晩寝ずに思案しました。ああ、朝になってしまった。どうしよう、カーネさん、小田原へ出かけてしまう。あの小僧さんの話が本当なら。お徳は杖をついて金吉の家に向かいました。カーネさん、金吉さん、起きてるかい。ああ、おい、お花、あの声はお徳さんだ。こんな朝早くに何だずらよ。お花が戸を開けると、お徳はあわあわと慌てて話しました。金吉さん、今から話すことを信じておくれ。でないとお花ちゃんもあんたも命がないよ。いいね。お徳は昨夜小僧さんが自分は箱根山を七巻半も巻く大蛇で旅人や馬に踏みつけられて苦しいから、明日箱根山とその裾野は三島宿あたり一面を泥の海にして去ると言っていたから、早いとこ逃げておくれと一気に話したのです。お徳さん、そんな話を朝っぱらから信じろと言われてもな。あの小僧さんのたわごとなら、それはそれでいいじゃないか。ここは信じて逃げておくれね。お花ちゃんも信じてみないかね。
お花、どうする？結局逃げるというのもなんだから、この話が本当ならいっそその大蛇を退治するのはどうだろうということになりました。金吉は三島宿に5軒ある鍛冶屋を回って、三尺もあろうかという鉄の杭を300本打ってもらい、これを箱根山のあちこちに打ち込んだのでした。するとゴゴゴゴという音がして、山が揺れ動き始めたのです。なんだ、山が揺れ動く。やっぱりお徳さんの話は本当だったのか。大蛇はもだえ苦しみ、箱根山が揺れ動きました。がやがてピタッと音がやみ、揺れ動いていた山が静かになりました。蛇は鉄が嫌いだと聞いていたが、どうやら鉄の杭が効いたらしいや。金吉は急ぎお徳のところへ駆けつけました。ところが、あ、お徳さん、お徳さん死んでる。お徳は死んでいました。箱根山の大蛇が言った通りになったのです。すっとん、おしまい。今日の話を聞いていると、あの 3.11 の日に最後まで津波の襲来を放送し続けて亡くなった女性のことを思い出します。この話から自己犠牲という人の尊厳性を考えさせられます。ところで鉄の杭は何を意味しているのでしょうか。山間地へ行くと急斜面の畑を維持するために腐りにくい栗の木を打ち込んでおります。そして斜面の崩落を塞いでいるわけですが、そんなことと鉄の杭はつながっているかもしれません。それでは皆さん、また来週、さようなら。今日初めてマックと散歩に行った。私はちょっと寂しかったけど、今度の家では犬も飼えるからやっぱり嬉しい。近くの公園に行ったら、同じように犬を連れて散歩に来ている女の子に会った。マックは早速その子の犬と仲良くなった。僕はあんまり話せなかったけど。なあマック、明日もあの子に会えるかな。それぞれの家にそれぞれの物語、SBS マイホームセンターです。ただいまの出演は、お徳、丹下由紀子、金吉、吉田忠、ナレーション三川陽子、以上 SBS ラジオ放送劇団、そして音楽杉本蓮太郎、才話脚色八木陽光でした。この番組は SBS マイホームセンターの提供でお送りしました。